画面の前の皆様こんにちは、ベルクラです。そしてここに座っているのが、この黒髪の、はい、あなたはなんか、まあ、すっげえマイクが割れ気味な感じになったんだけども高音を急に発さないでくださいリランです、リランです。リラン君がね来てくれています。はい、リランのこれ森に探検しに来てるシリーズな、そうだよ、来てくれてるわけじゃないんだよな、うん、これもうねちょっとリランの森に遊びに行ったシリーズの再生リストにしようかなと思ってますよ。ああいいやん、うん、動物の森的なさ、動物の森ね、うん、そうそうだったらだだったら、あ、動物の森の、ええ、住人の声真似よくやってた、うん、あ、そうそんなことやってんのうめえうめえちゃんとあれね、一応なんかちゃんと発音があって、あ、そうあるよね。だから例えば今日もよろしくお願いしますとかいう文章だったらちゃんと、うん、なんかよろしくお願いしますみたいな、あーそういうこと。でもシムズもそんな感じよね、あみたいなわかるって思う。それでさ、たまにこうびっくりとかするとき、うん、大きい文字になるときはさ、うん、ええみたいな、あーなるわ、あーおいおいって言って、うん、そっち動物の森側なんだけど、はいはいはい、ありますね、ええみたいな、なんかあーそっちね、動物の森の方ね、はいはい、じゃあ好きっすね。あー、なんか意外なね、意外な特技を見ましたね。そう、だいたい最初のさ、うん、なんて、うん、住人の話しかけた時の音楽はさ、そうそんな感じだった。ちょっとリラン君、うん、ちょっとこっち来てもらえないか。私が置いたちょっと鶏肉が、ね、私の幻覚なのか疲れてんのか、なんか動いてる風に見える。うん、動いてるね、動いてるか、やっぱりぐるぐるしてますね。なんだろうね、なんか勝手に動いてたのね。そうだね、うん、でもそういう肉薬よりさ、ここの腐りそうな肉先に食べちゃった方がいいんじゃないって思っちゃう。っていうか減ってない、なんか、うん、なんか私が食べてる、それあの私干した時より明らかに減ってますわまあね、そういうこともあるよね。まあ誰のこう共同のあれですからね、置いといたわ、食料庫ですからね、うん、手と足置いといたわ。でここ登りづらかったところをロープに私変更しておきました、飛行機の。おお、うん、ね、ありがとうありがとう、うん。そしてここのシュワーデスさんが、あ、またほら、顎にニキビできてるよお、1個増えてる、4個になってる、4個に。やめて、シュワーデスさんがね、目片っぽ開いてるっていう恐怖ね。そう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 、あ、こっち側座ると見えないわ。そうそうそうなんですよ、こっち、これね怖いですね、また目が開いてるんすわ。これ今日気づいて怖くなっちゃいましたよ。怖いなと思ったらね、やばい、開いてたんだ。さあ、怖いな怖いな。今回、まあ、写真3つ目を手に入れに行こうじゃないかと、はいはいはい、いやいや写真ラストですよ、8分の8。うん、やっぱりね、洞窟をね、うん、闇雲に探してもこれ仕方ないということで、私この度、はいはいはい、ザ・フォレストの洞窟マップの方もね入手いたしまして、うん、マジ、この、まあ、普通に M で出てくるマップよりもはるかにこうなんていうか細かいことが載ってるやつね、うんうんうん、まあ、海外の人が作ったそういうアプリがあるんですよ。いやなあ、うん、何でもあるな、何でもあります、ほんと。まあ、そんなわけでね、雪山の方にもう一軒洞窟行っていなかったんじゃないかなと、うんうん、思いまして、はいはい、そちらの方に行ってもいいかなと、右の方に洞窟があると。わかりました。あるね。
で、うん、さらに今もううっすら右上にほら、うん、なんかもうちょっと洞窟っぽいのが見えてるのはわかるでしょうか。なんか矢印がね。ちょっとそこの方に一旦行ってみようかなと。おそらくこの辺かと思われるんですか。この辺にあるっぽいですね。え、もう洞窟が？うん、この辺にあるっぽい。マジ？あ、これですわ。ここ。ああ。これですわ。ほんとだ、あった入り口。あったでしょ、これ。うん。うん、これ、やってないもんね。やってない。あ、ほらほらほら、これ。見て。犠牲者。ね、こんなところに。いましたね。いるでしょう。この辺にね、ちょいちょい犠牲者がいるんですが、パンチュパンチュパンチュ来た。うん、パンチュ来た。ブリーフパンツどうですか。ブリーフは、あー、もういっかな。もういっかな。もういっかな。どういうことでしょうね。もういい。もうこの年でブリーフパンツはちょっともう履いてる。とは、うん、ちょっと世代が違うのかな。何歳までですか、じゃあブリーフパンツは。中学2年生。中2までか。うん、中2までね、ブリーフパンツ、ね、じゃない、そんなもんじゃないの。どうなの、あれって何、ブリーフパンツとトランクスとなんかいろいろこう種類がありますけど、ありますね、ボクサーパンツ。どう違うがあるんですか、履き心地。じゃあそんな話をしながら入っていく、入っていきましょう。うん、あ、ここ目印置いときますね。はーい。もうやっぱ女としては分かんないっすよ。分かんないっすか、ブリーフのことが。うん、どう違うのか。うん、お、早速ありました。え、もうあったの。いや、じゃない、バスじゃない、これは子供の絵ですね。あ、子供の絵。だいぶ病んだ子供の絵が見つかりました。びっくりしたわ、もう終わったのかと思ってた、これ。だいぶ病んだ子供の絵があります。あ、ほんとだね、これやっちゃったやつやね。うん、壊していきましょう。うん、いきます。おら、ブリーフはなんかこう、うん、フィットするね、うん、ブリーフ。てか、ブリーフ履いたことあるの？やりますよ、子供の時は。うん、子供の時は履いてましたね。うん、いくつまでだったかな。中1、2ぐらいまででしたかね。あ、なんで大人になると履かなくなる？あのね、なんか周りがね、だんだんね、ブリーフじゃなくなってくるんですよ。ああ、はいはい。なんていうか、みんなでこの修学旅行なり風呂なりになってくると、うん、あれ、自分だけブリーフが恥ずかしくなってくる時ってあんのね。なんでブリーフみんな履かなくなるんだ。てか、むしろブリーフのじゃメリットは何なんですか。ブリーフのメリットはトランクスよりこうなんかフィット感というか、うん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 、トランクスって言うてもこうおしっこするときはズボンを下げなきゃいけないんだけど、ブリーフってこうもう穴が開いてるわけですよ。ああ、うん、だからもうそっから行けるみたいなのがありますし、はいはいはい、まあ、あのなんかその軍勢じゃないですけど、あの質感みたいなのが しっとり肌触りがいいみたいな。あー、でもね、それちょっとね、うん、分かる気がする、うん、あー、分かりますか。なんか女の子もさ、うん、なんかちょっと何、うん、シャカシャカしたさ、はいはいはい、まあ定番のよく履いてるような女の子パンツとは別に、はいはい、ほらよく言うなんていうの、あの島パンみたいなさ、はい、あー、島パン、はい、よくありますよね、アニメとかでもね。そう、ああいうのはさ、ちょっと綿の触り心地のいいやつなんで。あ、そう、あ、ね、いいやつなんだね、あれは、うん、あれいいやつというかさ、ちょっと気持ちいいやつ、うん、だってさ、気持ちいい、小学校の時とかさ、はい、小さい時はさ、こう綿のこうあんまシャキシャキしてないやつ、うん、そういうやつ ね、うん、男もそうですからね、うん、なんでみんなああいうシャキシャキから変わってしまうんだろうね。なんかね、トランクスになると急にちょっと大人っぽい感じな印象だったんだよね、まあ、ね、子供頃ね、うん、トランクスかよみたいな。でもね、私トランクス、ここ開けますよ、開けてください。
でもね、私男のパンツで一番いいなって思うのは、はい、トランクスよりボクサーパンツだね。あ、そう。トランクスとボクサーパンツのそのなんだろう、こだわりはとは何なんですか、違いの。なんかさ、トランクスって私の中でね、うん、勝手なイメージなんで、うんうん、トランクス派の人には大変申し訳ない気はするんですけど、はいはい、何でしょうか。ちょっとイケイケだよね。あ、いますわ。ちょっとだやばいのいる、やばいのいる、トランクス履いたやついるわ。やばいよ、そういう感じ。あれやばい、いや、やばいわトランクス。だし、ピタッとした、私結構男の黒スキニー好きなんだけど、はいはいはい、黒スキニートランクス下履いてたら履けんくない？あ、ごしゃごしゃしてて、ごしゃごしゃしちゃって、ごしゃごしゃしてて、いるよ、すぐに、すぐ右にいるよ、はいはい、言ったやん、言ったやん、言ったやん。いやいや、引っかかってるぞ、あいつ引っかかってる、引っかかってる。本当だ、これ、いけるわ、いけるわ。これ、槍で、槍で行くわ、槍で。いくよ。ベイクラさん切っちゃった。確かにこれ、つっついた方がいいかもね。あれ、なんか、私、攻撃食らうわ。これ、攻撃食らうわ。範囲的に食らってないか。大丈夫か。よしよし、いいんじゃないか。血まみれになってきてるぞ。なんか質感はブリーフっぽいね、こいつ。うわテロ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 やね、テロテロや。だいぶ音でかい。これやべえな、うん、急な変異体やっぱ怖いね。怖いよ、うん、なんかパンツの話してたら急に来たね。来ましたね、うん、なるほど、そういう理由で。なんかトランクスはちょっとイケイケ感ありますわ、うん、若干。イケイケ感っていうのがちょっと私も謎ですけどね、それ。私ボクサーパンツ好きなの。女もボクサーパンツ好き。あー、ボクサーパンツの女性のやつよね。ボクサーパンツよく履くもん。あ、そう。うん。あー、なるほどね。気持ちいいんですわ。てかさっきからだいぶ分岐いろいろあるけど、どうします？うん、だいぶ逃してる感じするけども、だいぶ分岐があるんだよ。こっちどっちから行こう、降りないでこっちから行ってみようか。ああ、わかりました。同じ階層から攻めていきましょうか。うん。さっきもさ、入り口のとこ分岐あったし。結構あったよね。そう、あったあった。パンツの話に我々夢中でしたけど。いや、パンツはね、多分ブリーフから、男はね、ブリーフから始まり、うん、ブリーフ、トランクス、ボクサーといった後に、うん。で、最後はまたブリーフに戻るんじゃないかと。いるよ、二人来たよ。いるね、いるね、堂々と来てるね。最後はブリーフに戻るんだ。ほら、もうおじいちゃんとかさ、ああ、まあ確かに。もうブリーフじゃん。ね、あります。履いてる人いるのか？あ、テント。え、だいぶなんかすごいよ、ここ。本当だね。あった。わかりづれえ。来た、終わったやん、これ。終わった。終わったやん。なんか勘で言ったら、終わったやん、これ。マジかよ。パンツの話だけで終わるぞ、今回。やだ。もうちょっと身のある話は。パンツの話だけで終わるぞ、これ。落石でここも閉じられてんだよね。うん。まあ、爆弾マークないから多分これ壊せないんでしょう、おそらくですが。いやー、まさかこんなとこにあると思いませんでしたね。ねえ、あっさりすぎてちょっと私ちょっと呆然としていますけど。あっさりだったわ、しかも分岐も何も。じゃあここから出ます、一回出ましょうか。じゃあ、うん、分岐も何もなかったな、俺。ね。いや、ここの洞窟綺麗だね。なんか 日が差し込んでて。そうなんだね。うん。じゃあもう早速ちょっと見つけに行ってみる？あ、そうね。この写真の場所ってのがね、これだから難しくなってきますよね。一個は見つけたからね。うん。あのね、木の近辺にね結構あるんだよね。うん。木の方に行くっていうのはありだね。はいはい。うん。わかりやすいとこからやっていこう。そうね。
まずは木の方に行きましょうよ。ここはどこだっていう話になってくるんだけど。あ、メモしよう、メモしよう。ここか。はいはい、こんなとこに出ますか。ちょっとじゃあここに印を。まず、うん、見つけたのがとりあえず5番だっけ。違うな、5番じゃないな、3番だっけ。3番。あ、3番ですね。3番がクリア。あ、これそう、3番もクリアしてます。これはうん、3番クリアしている。1番はちなみにどんなんだ。分かりづらいやつ。1番は分かりづらいやつ。これ分かりづらい。ちょっと私今ね、トイレ、ティッシュペーパーにメモしてるっていう、お父さんがよくやるやつ。あ、2番が一番分かりやすいですね。2番分かりやすい。ええ、2番から攻めていった方がいい、これは。じゃあ2番行きましょう。2番は、ちなみにこちらでございます。ええ、じゃん、それです。この大きな木の下ですね。ええ、そうなんです。で、この大きな木が一体じゃどこにあるのかと。はいはいはい、はい、うん。今のこのマップから言うとですね、うん、北にこれを向けていくとコンパスを。すげえ、ぽいわ。ぽいでしょ、うん、北にコンパスを向けていくとですね、こっから、西、南西らへんですかね。ということはですね、ということはこっちの方角ということなので、うん、わかりました。わかった、さすが。こちらだ、こっちだ。おい、拾いながら行きますよ。私は、私もそうします。これがサバイバル術にね、効いてきますから。歩きながら取っていく、走りながら取っていく、走りながらね、薬草をこう颯爽とパーンパーンと取っていくっていうのが重要だから。まるで、うん、マラソンランナーが水を取る時のようにスパーンスパーンってね、うん、あ、そう、来ました。ビンゴです。ビンゴです、私はプロミスしたはずだ、ちゃんとな、うん、ここにたどり着けるとな。たどり着いたわ、ここですわ。たどり着いただろう、ここです。このふもとに写真パート2の、部品が落ちているんじゃないかと思っているんですね、まあ、私は思っています。来るぞ。なんか原住民の建物もあったりします。建物というか、この、うん、あれもあります、ね、あ、これか。え、見つけた。あれ、どこ。この辺のふもとにあるんじゃないか。軒下、軒下っていうか、なんだろう。あ、あった、そっち側。これですわ、これですわ。ほら、爆破しろってのがあるわ。あ、これっすわ。こうね、こうね、まさにこれですわ。うわ、ちょっと写真撮ろう。写真とこう見比べてみると分かりますけど、まさにここだと、うん、いうことです。じゃあちょっと早速、ええ、爆弾を、爆破処理班。爆弾1個しかないんだよ。あ、そう。まあでも行くよ。私結構あるんで大丈夫です。本当、はい、じゃあちょっとお願いしてもいいかしら、はい。あ、私がやりましょうか、じゃあ。ちょっとお願いして、私1個ぐらいしかないからさ。オッケー。ちょっと爆弾。おお。行きましたね。来ましたよ。来たね。時計まで来てる。ちょっと爆弾を作っておきましょう。うわ、割と本体。え？割と、あ、本当だ。割と本体来たね。あ、部品乗せられるわ。これ作れるわ、いけるわ。あれ、これなんだろう、何銃なんだろう。ショットガンっぽいけれどもね。これレミントンっぽい。レミン、あ、レミントンじゃないな。なん、確かにショットガンっぽいっすね。うん、火縄銃的な。あー、日本の銃っすか。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかピンポンってきちゃった、ピンポンってきちゃった。ちょっと待って。はい、行ってください。牛乳を買いませんかと、うん、牛乳を買いませんかと、はい、はい、来たんですけれども、ええ、大丈夫です。
そうですね、月額で取りませんかと、うん、ああそういう牛乳ね、うん、ありますよね、うん、確かにそれでした、うん、お疲れ様です。お待たせしました。お疲れ様でございます。はい。さあそれでね、はい、次ちょっとなんか原住民が来てるけども、えすまんね、原住民がちょっと来ちゃってんだけども、そこまで来てるよ、ほら来て、来ちゃった来ちゃった、ちょっとこの人たちを退治してしまいましょうか。先に退治しちゃおうか。やっぱでかくなってるな、やっぱでかいね、やっぱでかいわ、背超えてるもん、身長2メートルぐらいあるんじゃないか、うん、あーまた来てるね、後ろからお願いします。ナイス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 、オッケーオッケー、さすがです、さすがです。さあで次はどうですか。次はですね、うん、私今写真を見ていたんですけども、うんうん、一番ここから近いんじゃないかと思われる、うんうんうん、6番がね、この木が見えるところなんですよ実は、うん、どこ、あ本当だ見えてるでしょう。でおそらくねこれ島っぽいところから見えてると思うんで、このそうこの先の島あれなんじゃないかと私は踏んでるんですよ。ああ、岩場もあるしね。どうですか、ちょっと行きましょう、行きましょうかこれ、うん、ああちょっと待って、でもさ前さあそこ調べて何もなかったから、さらにあの奥の島の方じゃない、ほら距離的にさ、もう一つほらこの奥に島があるでしょ、でこっち行かなかったやん、なんかでもなんかこの辺な気もするんだけどな、ほらあの写真を見るとわかるんだけども、うん、あの木の遠近具合が結構先なので、さっきの島だと近くなっちゃうんだけど、うんうんうん、この写真通りで行くともう一段階後ろの島っぽい感じがしますね、ということはやっぱこの距離的に言うとやっぱあの島だわ、うん、もっともっと、うん、おそらくそうですわ、うんうんうん、これちょっと行きましょうや、行きますか、うん、これ私のね推理が正しければ、うん、きっとそうなんじゃないかと、いやもうベルクラさんの推理はコナンもびっくりしたら、もうねコナンを生んだと言っても可能かん、か過言ですね。頭悪い感じになってますけど、ほら距離的にはほら写真的にはもうほら、うん、この距離ですわ。確かにもうこれぐらいでしょ。でもそろそろこれぐらいでしょ。この辺じゃないと木が見えなくなるよ。うん、そうそうそう。だからこの島の左の方なんじゃない？おそらく。うわなんかさ今寒いからさ水の中超冷たく感じる。ああそうね、ほんと冬だからね今、うん、冬だからしょうがない。あここ潜りながら酸素ボンベとかいけないんだね。わサメの死体が落ちてる、マジ水の底に。うわ何これ、何これ、うわ本当だ、水質汚染なのこれ、えどうなってんのこれ、オールアウト、オールアウトやん、うん、さあここの島に到着いたしました。まあこの島ではないでしょ、ね、木が見える範囲だからやっぱ隣の、うん、うん、隣の島ってことじゃないでしょうか。行ってみましょう、うんうんうん、ただあの描オプションの描写の距離とかでね見えたり見えなかったりっていう距離が決まっちゃうんで、よしここ到着です。どうでしょうか、どうでしょうね、ありましたわ、マジっすか、さすがっすわ、ありましたわこれ、いてっ、興奮してなんか物投げられた。木は見えてないけど、そうだね木はちょっと見えてないけど、うん、見えてないけどもうここですわ。さベルクラ先輩お願いしますよ、セムデックス爆弾の方をちょっと投げさせていただきます。うん。はい。さあどうだ。おお。ボーン
と来ました。ありました。来ました。しかも玉、あ、ちっちゃい部品やなこれ。これちっちゃい部品、うん、むしろ今取れた？激鉄の部分みたいなのが取れてますね。フリントロックピストルっていうところが取れてますね。いや、それ全部フリントピストロックか。あ、これか。ありますよ。うん。この超ちっちゃいやつだ。うん、そうそうそう。ああ、まあね。来ました、来ました。で、これでじゃあ、この何番だ、5番？うん。6番ですかね。6番。6番ですね。6番が見つかった。うん。したと。ここね、6番。丸。さあ、こっからがね、難しくなってきます。さあ、あと1、4、5、7、8ですよ。うん。7を見てみますかね、ちょっと。これ、雪山なのね、7ってね。じゃあ、ちょっと遠いんだ。わかりやすいっちゃわかりやすいのかな、7だと。雪山だから。こういっぱいあそこ取ったとこじゃない？うさぎ。うん。4番、これなんか木が見えてるな、あの奥に。うん。で、ちょっとした段差があると。ちょっとした段差がある。これはどこだろうな。難しいな、おい。うんうん、あ、待ってよ、近いかも。マジ？え、また虹が出てる。綺麗だな。あら、綺麗。いいですね。うん、息子もどこかで見てんのかな。見てよ、きっと。見てんのかな、同じ虹を見てんのかな。同じ虹見てるよ。そういう子供の話に弱いでしょ。弱い。悲しくなってくる。子供好きという話ですしね。子供は好きだよ、ヴィラン君は。子供と動物好き。子供と動物好き。うん。ああ、原住民いるなぁ、おい。めっちゃ走ってるね、あれ。自分家に帰ってきたっぽいね。ちょっとまあ、行くだけ行ってみましょう。この先ね。はい、ああ、痛い。おいえ。でも1はほんと分かりづらいな、これ。分かりづらいね。1が分からないね、結構。うん、なんとなく 見覚えはあるんだけども。こんな場所いっぱいあるもんね。そうね。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。この先ね。うん、あそこがちょっと崖みたいになって、なんか木がポチョンとあるわけだ。